こんにちは、いけちゃんです。今日は暇なので久しぶりに昼から飲みに来ました。昼飲みが暑いらしい。天夜を攻める。早速レモンサワーと天丼で優勝する。ん、あれ、なんか聞いてたのと違う。お酒がビールしかない。ビール飲めないのに。事前に撮影許可まで取ってもう引き下がれないので、ここは野菜天丼とグラス生を注文する。人生初のビールとともに野菜天丼が届いた。昼から油を摂取できるという幸せ。日常生活でズタボロになったメンタルを油で補修する。飲めないビールに立ち向かうべく、まずは水を飲む。ゴキゴキ乾杯。カツーン。ちまちま。思ったよりは飲めるけど、別に美味しいもんじゃないかな。コーヒーも飲めないし、苦い飲み物はちょっと苦手かな。ズズ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 ズ。安定してお味噌汁が美味しい。わかめ。ハムハム。疲れ切った精神に染み渡りますね。美味しい。次はメインの野菜天丼。ででーん。なんかタレかかってるかわかんないから、もう一回かけとこう。え、これかかってるのかな。まあいっか。まずはこの緑の鉛筆みたいな天ぷらからいただく。むしゃ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 。まあ見た目通り普通に美味しいっていう感じなんですけど、心が痛んでる時とかお腹空いてる時に食べると何でも美味しいですよね。これはキノコ？よくわかんないけど、むしゃむしゃ。揚げ物は全部揚げ物の味。今更ながらご飯を食べている時の副音声って難しい。もう時間音声でいいかなーなんて思っちゃったり、思っちゃわなかったり。ビールをちまちま。でも外で撮影がてらご飯食べてる時に時間音声で喋ってると目立つじゃないですか。そんな感じです。まあカメラ回してる時点でみんな見てくるんですけどね。あ、エビフライ。ぴょんぴょん。かぶり。むしゃむしゃ。プルプルしてる。エビって海底を歩いてて海の虫みたいな存在じゃないですか。となれば、本来だったら人間に食べられるはずのない海洋生物のはずなのに、美味しいがゆえにバクバク食べられてかわいそうですよね。人間の味覚に合うように生まれてきた生き物ってかわいそうだよな。ビール。あー、やっぱ苦い。あともうちょっと虫寄りのエビでシャコっているじゃないですか。食べたことないんですけど、あれって美味しいんですかね。シャコの見た目って怖くないですか。そんなことはさておき、そろそろ味に飽きてきたので、ここで辛味を追加。七味唐辛子。辛味の追加。これはただなる味変ではなく、心の痛みを物質的な痛みで置き換えようとする儀式である。こんな感じ。ふりかけのようにたくさんふりふりした。パクリ。当たり前に辛いです。これはもう美味しいものを食べたいとか、胃袋を満たしたいとか、そういう目的ではなく、ストレス解消ですね。にしてもなんか粉が喉に張り付いてむせそう。やっぱタバスコかな。これからタバスコ持参した方がいいのかな。見て、この七味まみれのかぼちゃ天ぷら。ハムハム。マジでむせそう。あ、それと急に話変わるんですけど、これから YouTube の投稿は月水金土日にしようかなと思ってます。単純に毎日投稿がしんどくなったので、これから科目は私のオフ日にします。オフ日はですね、最近サメ映画にハマっているので、サメ映画をひたすら見たりとか、あと銭湯とか好きなので銭湯巡りしたいですとか言って、科目以外も休んだらごめんねという気持ち。直近だとメグーザモンスターっていう映画を見たんですけど、あのサメ映画やばいんですよね。一流の海洋学者たちの集まりのはずなのに、なぜか一人が潜ってサメに近づいて森で刺したりするんですよ。どう考えても危ないじゃん、なんでそうなったのという感じ。あ、完食。いや、最近はそんな感じ、サメ映画を見たり一人で楽しく生きてるんですよね。未だに闇がちではあるけど、前よりも趣味が充実している。ということで、最近のサメに関する雑談でした。よかったらチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。